はいどうも、発狂マシンガンナースです。今回は5月13日月曜日に来るエピック選手のブースターが判明したぞということでやってまいりました。ということでね、明日登場するねエピック選手、何人か候補いたんですけど、今現在3名ブースター判明してるということで、このままやったら、この3人で来るんじゃないかということでね、今回ブースター紹介しながら能力徹底予想って感じでやっていけたらなと思います。もしかしたらこの動画撮った後とかに、新しくねブースター判明しちゃうかもしれないんで、まだ3人確定とは言えないんですけど、とりあえず候補の中から3名ねブースター判明したということで、登場の可能性ね高いんで、見ていけたらなと思います。ということで今回リーク情報になってしまうんで、そういうの見たくない方はここで動画閉じてもらった方がいいのかなと思います。ということで、よければ最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということでやってみましょう。ということで、まずはハイライトから見ていくんですけど、今回はイタリアンリーグガーディアンズということで、もうハイライトの選手はちょっと飛ばしていきます。はい、初期値だけ見ていってもらえたらなということで、1人目シモン・ケア、2人目プロベデル、3人目ドド、4人目ディロレンツォ、5人目ベウケマ、6人目ベレネチェア、7人目ビセク、8人目カンビアーゾということで、ハイライトね、見た感じ、激アツってほどではなかったかな。ディロレンツォが、結構いいんじゃないかなぐらいで、ハイライトに関しては、渋めっちゃ渋めなんかなって感じですけど、エピック見ていけたらなと思います。はい、ということで、まずは候補選手から紹介していくんですけど、1人目、リリアン・トゥラムということで、トゥラムはもうほぼ確定ですね。公式予告もあったんで、ここへ登場するでしょうということで、1人確定として、2人目、コルドバ。ここも候補入ってきますね。で、3人目、ネスタ。ラチオ版ということで、候補入ってきますね。で、4人目、ジュリオ・セザールということで、こちらも候補入ってきますね。で、ラスト、オットということで、今回はこの5人が候補になってるって感じですね。ということでね、今回はブースター判明した3名、能力見ていけたらなと思います。はい、ということで、ブースター判明した1人目、オットということで、予想レベルは32から35ですね。32で見ておくと大体こんな感じ。で、今回判明したブースターが、ハードワークということで、アグレッシブネス、瞬発、フィジカル、スタミナ上がるということで、悪くはないブースターになってるんじゃないかなということで、能力見ていくんですけど、パス系普通に高いですね。4上げるだけで、どっちも80超えてるって感じで、ドリブル系も低くはないですね。で、瞬発に関しては結構高くできるんじゃないかな。4上げすれば、シャベアロンソ込みで80は乗るんかな。フィジカルも4上げで80乗ってきたり、結構いい数値になってくるんじゃないかな。脚力12上げでスピード90乗ったり。で、あとはディフェンス打ったりしたら、悪くないサイドバックになるんじゃないかなと。右サイドバックしかできないんですけど、攻撃的サイドバックで、こんな感じの能力と。悪くはないっすね。で、逆足最高最高なんもいいですねって感じで、思ってたより悪くないかもしれない。スキルはワンパ、ピンポイントクロス、ブロックアンドだって、サイドバックとして、やれんことはないのかなって感じで。攻撃的サイドバックとしては使えんことはないって感じなんかな。ハードワークで結構良かったんじゃないかなと。オットに関しては初登場なんで、欲しい人も多いのかなと。ミランのスカットがどんどん強くなっていくね。ミラン好きな人にとってはこれめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか。ミラン純正スカットがもうエピックだけになってるんじゃないかな、知らんけど。ミランはいっぱいね、いい選手いて、羨ましいですね。ということで、ブースター判明した1人目はオットでした。はい、ということで、ブースター判明した2人目、ネスタということで、予想レベルは26から28ですね。ということで、26で見ておくと、だいたいこんな感じと。で、今回判明したブースターが、シャットダウンということで、ディフェンスボールダッシュ、守備意識、スピード上がるということで、ネスタこれ結構強くなりそうですね。スピード上がるのやばいな。って感じで見ていくんですけど、クイックネス4上げで、シャビアロンソ使ってたら80乗るよと。それでかいですね。フィジカルは上がらんから、そこそこって感じやけど、ディフェンス系、めちゃくちゃ高いよ。アグレッシブネス上がらないんで、ディフェンス12上げしとけば、ボールダッシュ101乗るし、ディフェンスも高くなって、守備意識も高くなると。で、残りスピード振って、8上げしたらスピードも90乗るということで、結構強くね、これ結構理想的な能力でできるんじゃないかなと。最低26で来ると思うんで、この育成結構良さそう。足元はないけど、がっつりディフェンスできて、ディフェンスに98になるやろ。で、ボールダッシュ101の、スピード90、瞬発80。フィジカル86って感じで、全然いいよね。ハードプレスで、身長187って感じで、結構いいですね。あとは右サイドバック適正つけて、がっつり守備できる右サイドバックとしても、やれんことはないのかなって感じで、
まあ、結構守備できていいんじゃないかなと。まあ、足元ないのだけがね、ちょっと怖さはあるけど。いや、結構強そうやな。やっぱスピード90乗せれそうなんがいいですよね。シャットダウンこれ強いね。で、まあ、スキルの元から闘争心、ヘッダー、インターセプト、マンマーク、エアバトル、ブロッカーなどあって、まあ、ネスタに関してはめちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思います。まあ、ネスタはブースター付き2回目ということで、前回のと比較してみるとこんな感じで、まあ、足元系はまあ、なんかちょっとずつ変わってて、ヘディングマイナス3、ディフェンスマイナス3、守備意識マイナス2、アグレッシブプラス2のスピードプラス6、これでかいですね。まあ、スピシュ上がってんのこれいいですね。まあ、ただフィジカルがちょっと下がってたりって感じで、前回のブースターこれ何やったっけ、ディフェンスとかやったかな、あんまちょっと詳しく覚えてないけど、まあでもシャットダウン方が多分強いと思うんで、まあ今回方が強くなるのかなと思ってるんですけど、前回レベル27か。まあ意外と同じぐらいっちゃ同じぐらいなんか、いや前回のも強いなこれ。ディフェセンボールだし101乗せれてんの強いし、まあでもスピードはめちゃくちゃ強化されてんな。うーんって感じで。まあいい勝負っちゃいい勝負かな。まあちょっとずつ変わってるって感じで。ディフェセンフィジカルとかちょっと下がった分スピードが爆上げされたって感じなんかな。まあ好みにもよるけど、僕は今回の能力方が好きかもしれないですね。ネスタもいいんじゃないかなと思います。これラストブースター判明してる選手、テュラム見ていきましょう。予想レベルは34から38と結構高めですね。これまあ最低の34で見ておくと大体こんな感じと。今回判明したブースターがデュエルということで、ディフェンスボールダッシュ、スピード、スタミナ上がるということで、いいブースターなんで。いや、テュラムこれぶっ壊れじゃね？やばない？普通に考えて。まあ、足元系も、まあ、普通に高いよ、ね。ボルコンもしか8で乗せれたりって感じで。で、まあ、瞬発は上がらないんで、まあ、シャベロンス使ってたら、まあ、7上げしとけばいいのかなって感じですね。今フィジカルも上がらんから、まあ、4上げぐらいでいいんかな、サイドバックで使うなら。まあ、8で乗せとけばいいって感じで。まあ、スピードはもうめちゃくちゃ高くなりそうや。まあ、こっから2上がるんで。まあ、11上げすれば95乗って。あとはディフェンス振ったりしたら。いやー、これはやばそうやな。これ、なかなかやばそうやな。いや、これは強いでしょ。まあ、一応この育成で能力見ていくと、ボルコン80、ドリブル84。で、ディフェセンが92になるのかな。守備式は92で、ボールダッシュ97、アグリッシェンス93、で、スピード95の瞬発はシャベアロンス使ってたら90。で、フィジカルもしか80あるって感じで、いや、相当強いんじゃないかなと。まあ、守備的サイドバックで、右サイドバックとセンターバックできるって感じで、まあ、身長182と、まあ、低くはないですね。って感じで、いや、テュラムこれやばいね。初登場で。結構ぶっ壊れな能力になるんじゃないかなと。で、まあ、スキルに関しては、闘争心、ヘッダー、インターセプト、マンマーク、ピンポドグロスなどあって、まあ、ブロッカーはつけたいかなって感じで、いやー、テュラムこれやばそうやな。これはちょっと引きたくなっちゃうよね。ということで、まあ、今回ね、ブースター判明した3名見ていったんですけど、まあ、結構いいガチャになるんじゃないかなと。まあ、テュラムはシンプルにやばそうやし、ネスタもね、普通に強そう。で、まあ、オットもまあまあまあって感じで、まあ、いいガチャにはなるんじゃないかなと。まあ、シンプルに守備補強できて。いや、このガチャに関しては引くか俺めっちゃ迷うな。やっぱ富安、アラウホ、ベルゴミ、ワンビサカとか持ってたらね。いや、結構迷うガチャにはなってしまうよね。ということでいかがだったでしょうか。今回はね、ブースター判明した選手いたということで、能力見ていったんですけど、普通にいいガチャになりそうやけど、守備揃ってる人からするとちょっと迷うガチャになるんじゃないかなって感じで。まあでも、テュラムはね、なんか、一番強い右サイドバックになりそうな気もするけどね。って感じで、結構迷うガチャにはなりそうですね。ということでね、皆さんは今のところ引く予定なのか、まあそういうのもね、コメントしていってもらえたらなと思います。ということでご視聴いただき、ありがとうございました。今日はチャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。